皆さん、こんにちは。モノモース系バーチャルユーチューバーのモノモースです。今日は、とあるニュース記事について私の思うところをお伝えしたいと思います。記事の内容は、記者首相が高級すき焼き店でお食事されたというもの。背景には、政治資金問題と国民の生活苦があるんですね。はっきり言って、これは問題だと私は思います。高級店での豪華な食事がピリピリした国民の空気感とかけ離れているんですもの。でも、そもそも記者首相がどこで何を食べようと個人の自由ではあるわけです。ただ、その行動が個人としてどう映るか、国民の信 心情を逆れしなないかこれは大事なポイントですよね国民の声に耳を傾けるって首相は言ってたんですよ。でも、今の状況は一体何なのでしょうか。賃金は上がらず、物価は高騰、さらに、小規模事業者の苦境が深まる中、こうした出来事が報じられるって、どう考えても乖離していますよね。さて、いろんなニュースサイトのコメントを見ると、自分たちは肉や野菜を買ってきて自作で食事する余裕もない、という切実な声が多く見られます。国民はただでさえ苦しいのに、こう言った記事を目にするたびにばっかりするわけです。もちろん 主張は休息も必要でしょうけれどもそれをどのように表現するか見せるかがポイント親しみやすさや共感を得るには国民と同じ目線に立つことが不可欠です例えば首相が節約メニューを自宅で作る姿を見せるだけでも国民の印象は変わるかもしれませんでは反応の余地はあるのでしょうか確かに政治家だって人間プライベートの時間は何をしても良いという考え方もわかりますしかし不適切な表現やタイミングがそれはそれで問題を生むこともあるわけですからバランスが大事ですね最後にどのような立場の人でもは 忘れてはならないのは、自分の行動がどう受け止められるか、そしてそれが自分の代表する手段や国民にどう影響するか、常に考えるべきだということです。被写主張の今回の行動は、いくつかの点で疑問を投げかけます。さて、皆さんはどう思われますかコメントでぜひ意見をお聞かせください。では、このあたりで、次回も、モノモース系バーチャル YouTuber のモノモースをよろしくお願いいたします。